いやーこれでゴミプレーだったら面白いな。ジャックさん頑張って。じゃあ1回戦、ダヨシがまさかの A 山崎、軍隊に影響されたんでしょうか。先方が、A 山崎対 P グルの竜、ダヨシ対 P 波動拳、ジャクジャク砂ヘビー、あ最低限コンボできてる、お全キャヘビー、なるほど、波動拳投げて、さあスカシゲダンはガード、山崎もう折り込んたまった、あああ軍隊より下手くそ。折り込ん精度は軍隊の方が上だな。山崎ゴミだった。あ、ジャックさんリードしてるよ、あるじゃないこれ。さあ中堅出てくるはおなじみの青いベガブロからエンダイピー、波動拳中足ダブルニーシャガダイピー、ギリギリ削れない、あーどこに逃げてもサイコクラッシャーで追っかけてくる、ベガってこういうキャラだよね。シャガチュアシー、シャガダイピー、ウンダイピー、さあ垂直飛びが入って、いやーこれは痛い、ギースの体力が8割以上消し飛んでる、あーバニコンとガークラのコンボだけで死ぬゲーム。やっぱエグル理不尽だな。デビルリバース、ああ全キャン乗ってるヘッドプレス、エンダイ系シャーダイピー落ちない、ああ中足だけが当たってしまう、ああサイコも当たってしまう、これでスタンチは回復したでしょう、でもバリコンが溜まっている、いやー怖え、あーダーヨシお得意の空爆。あれ空中ダンスをしてるのにしゃがみ側の間に合わないっていうひどいゲームですよね。で勝った方からでしょ、ダーヨシとギハーが冷静ってことでしょ。ちょっと初期やってもらおうか、ウェイウェイ、ちょっとこれ書いてもらっていい？勝ち負け？いや、リーグ戦に、まあ勝ち負けもそうなんだけど、名前書いてもらっていいか？1,2,3 が同じリーグで、4,5,6 が同じリーグで、7,8,9 が同じリーグ、ダヨシが早くも1位抜けにリーチかかってる、今度はギーハー、倍返し失敗、倍返し、あ吸収の方をやった、なるほど、跳ね返してもね、よりは前転で素早く回避されちゃうんだね、あえてゲージを貯める方を選んだ、ヘビ使う、中ヘビ、裏回り前転、あー前転超痛い、コンボで止められる、山崎もう消えしまった、あーステップアーツの
前転だけじゃなかった。もうすでに余裕の表情してる。さあレシオニーロレント中堅シフト、これギアさんが止めてくんないとえらいこっちゃだよ。決勝トーナメント2ライフで上がってこれちゃうからね。いやー中足、いやーやばい、スタッチ継続してないかこれ、やばいぞこれで回復したな。さあ遠距離戦は見合って見合って、あー全キャン砂でどんどん暴れていく。飛びが通るけど砂で止めて、あー結局前転降りこ。これに思わずグンタも笑ってる。山崎これしかない。なんだこのゲーム。山崎の前転もね、あの強いですからね、全身食らって3フルしかないですから、全体フレームで30フレームです。サガットの前転と同じ性能ですからね。あー、ムカつく顔してる。もう勝ち怒ってますね。ギアさん頑張って、もうダメだって声聞こえるけど、なんとかなるでしょう。ブランカなら電気。さあ山崎がようやくここで暴れ出してきたって感じですね。ギアハーのキャラ2人抜きですからね。シャミゴマで止める、なるほど、タッシュパンチくぐれるんですね。あー飛び入ったら絶対死にますねこれ。レッショ1ブランカは当たり方悪いと10割消し飛びますからね。いやー一瞬も気が抜けない。うー飛び飛ばしたら終わる。うまい、なるほど、んファイネスじゃないってことは今危なかったっすね。さあしかしまだレッショは2対1、どうするギーハ。 A ブランカ対 C ブランカ、電気、さあ電気、いやー折り込む守ってる、オーナー電気で弾き返す。リバナ、いやーガードクラッシュも見えてくる。いやーでもこれでガードゲージは回復、ちょっと回復したな。もうこれ以上技をガードしたくない。うー電気が、あーデストロイ。そしてドヤ顔である。じゃあジャックギーハー、山崎。この人でも前転オリコンするぐらい山崎ってやること限られてんだね。今どうだって全体オリコとステップオリコしか見てないからね。え、山崎初めてまだ2日。2日で全体オリコが強いことが知ってしまった。さあ 1P がギーハー、 2P がジャック、先方が C ブランカ対 P 流波動拳。さあステップから、あじゃねえやブロから大 P ローリング、あーガードだと反撃できないですね。竜はあれを頑張ってブロッキングしないときついですね。さあなんとかブロッキングをしたいところだけど、あー爆睡何も申し訳がない、しかも勝利つながってない。さあ一旦逃げて、竜はゲージが欲しいですね。あーローリング強い、
なんか先鋒戦から双方ぐだってるような印象ですね。あーブロしたけど中パンチしかねえか。さあ電気重ね、円台系リバナ、P 投げ、うわーそのスパイラルのめい込み危ないぞ。さあリバラン円台系、円台系、あとリバランが刺さる、シャガダイピー。さあギーハーブランカが粘る、対象ジャックギース、ピギースはローリングないわけじゃないんだけどすげえむずいんですよね、が反撃ね。ブロしちゃえば痛い反撃お見舞いできるんですけど、さあ中堅は C より、円台系、青花2段までガードさせて中足からデッドリまでいけなかった。あれはデッドリ来たかったですね。あーデッドリ出ない、いやもしかしたらデッドリ最初から言ってないのかもしれないな。さあイオリは少しずつラインを下げて時間を使っていく、青花闇払い打って円台系、闇払い円台系、シャガ台系、あとイオリに全然逃げられてしまう。さあ闇バレ打って、さあギーハイより時間の使い方がうまい、シャガダイピー、シップキはチキンガード、これは当たる、八乙女体育ってあれ近いほど難しいんですよね、あの高さよく今当たったなと思った。というわけで、ギーハーが2通過ですね。俺と林さんか。はい、じゃあ2番目のブロック、ガオ対林さん。まずはガオが竜巻竜巻で、いつも通り竜巻竜巻で、じゃあ対空真空波動レベル2からの大昇竜、ダークスマッシュにもちゃんと対空で昇竜、あっとまたちょっとピョってしまって、さあこの竜が止まらない。大将レシオニーサガット、まずは竜を、しっかり止めて次につなげたいが、あっと
さあこのシンクワードからのステップのめくりのセットプレイ、これが見づらい。おっと避けたが投げられてしまった。ちょっと下がっては体力的にきつくなってきたが、どうにかしてレイドを当てて、回が前転に弱々大レベル3シンク波動でガオが勝利で、次はウェイトガオ、スーピア奥、ウェイは今回はチームを変えて、ギースキャミーより、さあ前転竜巻、さあこの竜巻なかなか巻き込まれるからなかなか対処が難しい。さあしっかりしゃがみ台キックで転がして端っこで、そう置き攻めで投げようとすると竜巻に負けます。さあイオリがあれですね、多分ブランカより活躍してんじゃないでしょうか。さあめくりジャグジャグ大サマー中堅戦、さあお互いゲージが溜まってるけど、ここでおっとお得意のコモミス、ソニアリしっかりガードして、まあ割れたけど痛くないでしょう。さあ今度はギースがデッドリーレイブを入れたい、ただ裏剣ブンブンされて近づけない、また裏剣に当たる。さあギース画面端から一歩も動けず、大将は P キャミ、せっかくブロッキング取っても 大攻撃一発で終わっちゃうっていうね。ここでソニハリまたパナしてガードゲージを削っていく。さあスパイラルで、さあコパンコパンもう仕込んでたね、仕込んでたっていうかもうパナしだね。あとどうした、はい、そんなピオリ、そんな日和のスパイラルアローにはもうサマーでお仕置き。スパイラルやばいからあーとか言ってた。そうそう。さあじゃあ最後林さんとウェイですね。ブランカ入ってないから。まあブランカだけの、まあブランカだけの人だったってことですね。はい。
さあ、林さんが先方ブランカで、ウェイがイオリ。おっと、危ないぞ。おさあ、ブロッキングが歩いて小足を重ねて青い花起き上がりの電気は投げる。さあブロッキング取って足払い、ここで投げて位置入れ替えて、あーもうカクカクしかしてねえよこいつ。ステップは脊髄、脊髄大パン。そうそうそう、林さん中堅がルガール。ゲージは溜まっているのでめくり一発入れば死ぬか。おっと、あー惜しい、あっ惜しい惜しい、2回目。あーちょっときつい。何それ。あーっとお見合いしたところで先に投げられてしまって、ウェイのイオリが怪しく2人抜き。え、次誰だっけ、次のブロック。上タイガー下タイガー、おっと下タイガーと多分しゃがみ大パンかな。ウェイは脊髄で大パンを出す癖があるからそれを気をつければ大丈夫です。うまい。さあ小足でしっかりやったが、ちょっと次は距離が合わなくて、さあここでまた、あっとちょっとお互いぐだってきたぞ。自殺行為ですね。はい、それは、はい、何がしたいのか正直俺もよく分かりません。その画面端で垂直大ジャンプも意味が分かんないんですけど、まあ勝ったのはウェイということで、ウェイが2位抜け。デビと次試合だからね。下上下でカクカクしてんのと画面端で垂直ジャンプしてんのしか見どころがない。で、ジャエケンガードして死ぬみたいな。あれ、あんな感じで屈伸すると叩かれるからやめた方がいいよ。スト5で屈伸すると。さあ、自分のエントリーしたキャラを忘れるというね、なんともゆるゆるの大会ではありますが、こだましんはいつものこだましんあれ
でピール側今日は、京都ロレントさあ P 強はね、みんなさん強い強いと言われてますけど、まあ結構難しいキャラがあります。コンボもできないとダメ、ブロッキングして距離によってちゃんと角半も入れないとダメ、対空も出ないとダメ、そう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 、そうウェイがたまに使ってるの見るけど何も見どころもないからね、もうもう初心者レベル、いやじゃあ初心者レベルじゃなくて格闘ゲームの初心者レベルみたいな感じ、そう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 、だっていおりの壊しとか取っても立ち合いキック出してるからね、当たんねえからとなんか雑談してる間にいつの間にか中堅戦、今度はロレント・ベガ、さあおっとロレントスライディング使っていく、スライディングがされるとメガサイコ格安だぞ、さあここでさあこうなるとちょっと若干ベガがきつい、盛り返すか、おっと暴れたか暴れたか、あっとここでああれね、なかなかちょっとね反撃が難しいんですよ。さあなんだかんだでいい勝負してますね、ダメージ的に。おっと食らいすぎてるぞ、気をつけて、さあどうする、このここで光ってあっと届く、わーあー惜しい惜しい、てかあそこまで離れてると何発取って反撃できるのかよく分かんないよな。さあ大将戦、さあ今度逆にこだましん、おっと果敢に歩いて投げる、あと今度 逆に投げら返される、さあこれ食らったら終わるぞもちろん。さあただバイソン側ももうすぐ溜まる、あーっとスカシゲダーン、じゃデイビッドと誰だピールガか、元全一山A 山崎スカイのデイビッドさんです。だって俺の方が強いじゃん、元善一の A 山崎できるよ、やってやろうか、やってやろうか、おなじみグンター JPN、 最近は先方レシューニブランカーで先行逃げ切りをよくやっている、今日もこのシフトで、まあリードはしているが、そうそのね反角ができるとやっぱ今日は強いね、あー
まあでもレシューニー相手に7割5分ぐらい減らしてるので、まあ頑張ったでしょう。あとロレント、ここは確実に倒しておきたいところ。あっと、あーもう投げと電気だけで7割がない。おっと投げ返す、勇気がある、勇気のある投げ返しだ。あっと、あっ、あーもうスライディングをめり込ましても当てに行く。あと2発ぐらいか。あっとここで止めた、これはでかいぞ。さあ元前一の山崎登場です。あ、前転オリコン、あ、いいよ元前一。あっ、スパコン出なかったか。意外ともったいないぞ。ただな、おっ、なんやねんその割り込み、絶対なんかのミスだよ絶対。さあゲージ温存して、早めに倒しておきたい。あ、うまい、前転にちょっとだけ溜めて前転に押し置き。大将戦、あ、しかもレシオ1だ、なので、火力はほぼ一緒。バニコンがありますからね。ただ単発のダメージは全然ルガールの方がでかいんで最後最後で往復してる。まあある程度やっぱちょっと一発当てて、もう、あっと、あ、あ、これ両方当たったら死ぬぞ。あ、あ、あ、お、割りにくか。さあ割って、まだ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 分かんないぞ。あっと、おお、おお、あー体力ゲージがちょっと見えてなかったか惜しい。さすが、さすが元前一の山崎。はい、じゃあ、予選最後の試合ですね。JPN と小玉慎。あれ小玉慎とピールはってどっち勝ったんだっけ。あ、ピールは、あ、じゃあこれ小玉慎勝ったらあれか、これあれだね、こだましんが勝ったらリセット再試合。おっと、元前一の山崎が何もできずに死んで、もう一回投げる。
あっと、おいおい、そんなとこでゲージ温存しても意味ねえぞ。おらおら、いや素直に使うんですよね、あそこは。そうそうそう、いや6割5分ぐらい減った。うん、まあこれで帳消しぐらいになりましたけど。あ、うまいね今の、ちゃんとコンボにしてる。うまい、いいね。小玉氏意外とブランカの同キャラうまいと思ってるんですよ。なんか技の出しのところが分かってらっしゃる感じで。まあただバッタしてるだけなんだけどね。なんかそこにバッタしてるね、ピーグルいるからね、ピーブランカ、バッタしてるピーブランカ。だブランカが残り2割5分ぐらい、ただオリコンゲージがある。さあもうちょっと減らして、もうちょっと減らしてオリコン当てれば分からんぞ。さあ、あっと、いらないところで当たって、これは死んじゃう。おい、死ん、あ、どうなるどうなる。再試合か、終わるか、再試合か。おーっと、デイビッド、よかった。じゃあ、デイビッド1位抜け、ピールが2位抜け、コダマシンあと1ドットで再試合を逃す。じゃあはい、もうあのめんどくさいんで、2位の3人で、お、うん、2位の3人で、リーグやって1位抜け。はい、じゃあ2位の3人、はい、ここ、はい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 、じゃあ1位か、あ、じゃあここは、はい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 、はい、じゃあガオ先生マイク。え、何これ、2位の人3人でもう1回リーグやるの？リーグやるの？あ、リーグやるんだ。予選と一緒だよね、あの1勝1敗になったらまた再試合っていうルールでいいんだよね。じゃあこれ最初はウェイとギハだね。さあ 1P がウェイ、 2P がギーハー、先方が PE 降りたい C ブランカ。まずは小ジャンプにジャックロールが噛み合う。ブッシュマグロ下ブロして、マグロ一発は安い気がするけど、さあブロしてマグロ闇払い、あと
リバーサー前ジャンプ中パンチ、謎の行動。投げて向こうからなんかあーって声聞こえてくるけど気のせいか。その距離のロールは当たる。必死にブロッキングしようとしてた。さあブランカの体力残り2割。怖いのはブランカがゲージをすでに3本完備しているというところ。ワンブロジョーダーティミうまいですね。ダブルレップウケンを打っていく。レップウケンジャイケンで間合い詰めてブロッキング取れない。さあ投げている。めくりが通ったけどしゃがみ小判2発で安かった。さあギースの体力半分。中堅に C 寄りが出てくる。前転から投げて立ち台系はガード。レベル2を止めたいく。ゲージをフルに使っていく。しかしギースは残り1割で残った。さあここでデッドで当たったら悲惨な目に遭うが、さあもう甘え飛び来るの分かったかのようにもう垂直ジャンプ早く飛んでましたね。開始1秒でスパイラル打つスタイル。代々スピードラー今日は出るのか。さっき出なかった。え、無敵乗ってなくてもスパイラルやめばで飛び越えられるんだ。初めて知った。俺あれ電キャ買ってないと飛び越えられないもんだと思ってた。ねえ電キャ乗ってないのにスパイラル飛び越えられるの初めて知った。さあ大将列車にシーロレット。ああめくりが通る。投げて、さあウェイキャミならロレント相手でもやってのけるか。さあブロッキングを仕込みまくる。さあキャミゲージ溜まったぞ。さあちょっとなんかギーハーからも日和が見えてるような気もするけど、さあ処刑コパコパ当たっていくまでいけない。ここで大きいの当てた方が多分勝つんじゃないかな。そのままステップテイク。あいやーもうこすりがバレてたって感じですね。でギーハートピールが、ギー上がったらそのまま終わりと。さあピールが上がって3戦目いくのか、ギーハーが上がってここで終わってしまうのか。さあピールがの頑張りかかっている。さあ双方ロレントを入れて、しかし先方はP 強対 C より。さあ先方戦ゲージがないときはどっちが有利なんでしょうね。どっちもあのゲージないときからね高火力な2人なんでね。さあピオリ寸前だがなんとか後ろに下がって回復。早くも半分減っているマグロ。さあディレイバナが当たる。スカシゲダはちゃんとガードして前キャオハナ体育が引っかかる。投げも通る。ああ今日は荒髪が全然出ない。ああもうギハーも気持ちよくなってんだこれ。後ろからこれだからピーグラワってなんか聞こえる。あピーキョー
まあ、ピーキョはね、繊細なキャラですよね。さあ、トリックランディングね、ちょっとゲージを貯める。しかし、投げが決まって、あーっと、フェイクロード危ない。スティンガー、ゲージを貯めて、さあ、これで、ゲージがチャージ。おーっと、八乙女ミス、これには救われた。しかもレベル3ヤオトメ決めて画面端にご招待。あー、これはきつい。なんてこった。いやー、ローレットここからどうする。イオリはもう相当警戒モードですね。さあ、中パンチもやはり警戒している。投げてもう一回、2回テイクのが出なかった。これはきつい。今日以上に繊細なキャラですね、ロレント。さあ、烈風剣と闇バレーが衝突しちゃう。さあ、これで双方4回ずつ打っている。エンダイピーブロッキング。さあ、バックショージャンプは青花のスキン刺さらなかった。ショージャン台形。さあ、しかしね、ピールガといえばこの大将のピールガールで逆三立てを見せてくれることでしょう。烈風剣、さあ、少しずつラインを上げる。シャガ大器がヒット。シャガ中ピー飛びは中パン、中継一発。うわー、ショージャンプ見てから全キャロール反応している。さあ、シャガ大器が当たる。さあ、時間まだたっぷりある。どこかでなんとかギガを当てたいところだけど、あー、あの先っちょ難しいか。ジャックロールがヒット。これは届かないでしょう。いやいや、今のはあれはダメですね。あー、きつい。多分ね、頭ではね、生ギガンじゃないとダメだって分かってたんだろうけど、手癖で多分チワシギガンやっちゃったんだろうね。やってしまった。で、決勝トーナメントはどうするのかな。残ったのはダーヨシ、グンタ、俺で、今上がってきたギハの4人か。くじ引きでも引くのかな。これダブルエミネーションなの、それでも一発トーナメント。決まってなかったんだ。あ、ギハはもう一発で終わりってこと。敗者復活抜けだからね。まあ、この3人の誰かがギハと当たるんで。山崎対決。どっちかがね、放棄することできるよ。
してやる。 Live and let die! Fight! Shoryuken! Shoryuken! はい、じゃあ、トップ8じゃんってトップ4、まあ時間があるのでダブルイルミでやりましょう。まずは最初は、ギーハー VS、ガオですね。シーグル対決で、次の試合は、まあ俺と、グンターエーグル対決。後ろの前転に真空波動を合わせる。さあなんだかんだで八乙女が出ず、さあミスったところに、まあお構いなしレベル3、まあ正解でしょう。ゲージはこっから貯めればいい。そしてブランカはそれができる。さあもうゲージ1個溜まった。言ってるそばからそんなことやって、まあ、なん、どうなる？どうなる？割れそうだのか？おっと！さあ、飛びを潰して、ジャクジャク、今度はレベル2でちゃんとゲージ節約。いいよ。さあ、対処。ここで少しリードを取っておきたい。さあゲージもまた溜まってくるんで、さあどう使うか。裏からジャクジャク青い花、若干体力的にリードしているが、さあどうなる。イオリ相手にはこれはリードはリードになっていない。おっと投げ返す。あっとあっと、どうなる。あー捕まった。おっと倒した。さあ青いバナー、しょグーじゃんけんぽい。青いバナーのところでジャンプ中盤から中和していくのレベル3でギーハー勝利。じゃあガオ先生マイク。出ちゃった出ちゃった。さあ次の対戦はこのご時世 A アレかと思ったら山崎ベガブランカ同キャラ戦。カプエス19の集大成がこれで なのかもしれないさあ山崎同キャラになったぞ。さあ A 山崎最強を決める戦いが、でも昔 A 山崎最強説ってなんか誰かが言ってましたもんね。 A 山崎最強かもしれないって某プレあの A グルプレイヤーがね言ってたのを思い出しました。どういう意味合い。割れて
前転の回数数えときゃよかったな。めちゃめちゃ前転多かったな。しゃがみだけ振っていく。さあこれは対飛行リコン。さあ A 山崎戦がまるで茶番だったからね、一瞬で消えましたね。さあベガベガ、ゲージがある分グンタが若干有利。めくりが通ってピヨっている。さあレベル1ナイトメアあえて使わない。さあサイコタイク立ち中継、ベガ力が違いすぎる。どういうことなんだ。ゲージだけもらうためにエベガを倒したみたいな。うお、どんなヘールアタック、これは痛い。レッシオ1ベガがレッシオ2ブランガの体力8割消し飛ばした。さあやり返して、サイコもガードしてタッシュピー。あああすごい、こんなことってある。決勝トーナメント始まって途中から WM に、あ、もう決まったんだ。じゃあとりあえずこれは今ねウィナー決勝ってことで。ダーヨシ対ギーハ、これ予選でも当たった組み合わせだね。ギーハー様は順番変えたね。予選の時はレッシュにロレンと中堅シフトだったんですが、さあ A 山崎は空中ガードがないからこれはしんどいぞ。さあ飛びが落ちない。さあジャックジャックローリング、さあシーブランカ戦どうする。ああ結局前転オリコンするゲーム。前転オリコン最強ってことだな。A 山崎前転オリコンしかねえんだ。さあしかしギーハー先方戦取ったのは大きいぞ。さあしゃがみ中盤ガンブリ、さあ投げて、さあ結果的にベガあんま被弾してないですね。さあベガイオリ
オリコを持った状態のベガーを相手するのはイオリとしてはあまりよろしくないでしょう。シャガダイピ、歩いてるのに中足八乙女決め打ち、そしてバニコン食らってもゲージ溜まるよと2-1を打っていく。シャガダイピ投げて最速で投げている。大K が当たる。おっと青花にはいけなかった。あのミスは痛いですね。青花に行けずにベガを生き残すとこういうことになる。全キャンパトル体育、なるほどなるほど。スーパーヘッドにはスカウタージャンプで追いかけられる。その発想はなかった。さあ対照戦、レッショニエイブランカ対レッショニシーロネット。中盤電気さあテイクの出なかったのか今のは。あー厳しい。前キャスカーターで確実に逃げて、さあ投げている。電気が当たってしまう。さあこれはあーこれは生き残れるか。あーダメだ。次どこがやるの。こっちがやるの。はい、最初はグーじゃんけんぽい。じゃあ強ピー。はい、じゃあウィナーズ俺が勝ったので、あとはグンターとガオで勝った方がまたギーハートやって、それに勝ったら最後俺が2回出てきます。俺最後だけバルログ使いたいな。はい、じゃあまずはガオとグンター。さあグンター、ここはあれですね、レシオにブランカシフト。まあまずガオの竜をどうにかして倒さないと始まりませんからね。お、うまい、よく見てる。あと竜巻に引っかかってめっくりはガードして、さあいい感じに押してるぞ。危ない危ない、落ち着け。あっとコパンが入ったが、さあなかなか死なない。大丈夫だぞ。あ、また巻き込まれた。さあ逃げる。さあ足払いにしゃがみ中パン、まあ、タイムオーバーだけどなんとかやりきったところでしょう。ここでオリコン当てればでかい。あっと逆にガオのレベルにトータルワイプからラタル。おっ、あ逃げ、うまく逃げて、さスライディングところにジャクジャクサマー。
さあ飛びは落ちない、落ちないのか飛びは。早めに出せば落ちるか。おう前転投げ。さあこれをガードして、さあガオが、ま、投げて、さあハージはちょっときついか。うん、なんだかんだ相打ちを含めて結構なダメージを取ってますが、リードしてるのはガオ。さあベガの飛びをしっかり対応。裏剣の裏剣の伸びきったところのところがマジで強い。あ空爆したが、あれはああ見えて意外と好きないんですよね。あーちょっとくすい。あー厳しい。あー厳しい。このしゃがみ大パンの早出しがマジ強い。なすすべなしって感じでしたね。ジャンプ中パン中キックとかもっと早く、でも多分当たってもその後コンボに入んないから、うん、さあルーザーズファイナル。さあ先ほどと同じ組み合わせで、ガオ対ギハー。おっとガオが今度は順番を変えてきた。ギハはちゃんと対応できるのか。それにまずはイオリの同キャラ。全キャン青いバナ合わせて裏マリアガード。さあお互いレベル2はたまるからコンボが入ると痛いぞ。裏からくず風から立ち上げキック。レベル2八乙女からの逆キャン鬼焼きから、さあガオが同キャラ制して中堅戦。あと対空電気当たらず。あれうまい、うまいんだけど当たらず。さああ、一番痛いのが入っちゃった。いやこうあそこでドンピシャで合わせてくるのがガオ。あーあ
まあ投げて、もまだ持ち越す。あーっとソニックにローリング合わせても隙がない。半角さあ大将先に引っ張り出されたのはギハのロレント。おっとこれやりようによってはまだまだ全然いけそうだが、さあ歩いて投げる。さあサマー、もう一回サマー、今度はガードして中足パトリー。さあほぼ互角で対処戦。さあ竜巻の処理が肝になるが、さあジャクジャクジャクから当たって半分、これはでかい。さあスカウターで逃げまくり、顔を持ってしても追いつけず。さあこれでゲージが溜まった。対空も無理はしない、ひたすら逃げる。さあ落とせるところだけ落とす、あとは無理をしない。あっと危ない、あっいや来た、前転から新勝利来た一瞬一瞬画面と時間が凍りついたからねあれいや逃げんのがうまいね。じゃあ決勝戦俺様。追いつけないな、時間もないからもう勝負に行くしかないなと思ったけど、ちゃんとガードしてるのが偉いな。まあロレントの正しい姿だよねリードしたらとことん逃げ回る。さあ、決勝 1P A ダヨシ、 2P がギーハー、先方が A 山崎対 C ブランカ。この2人もう3回やってますね、リーグとウィナー決勝とグランドファイナルで。ダヨシは2ライフ、ギーハーは1ライフ。シャガーアッパー落ちる、飛びが通ったけど安かった。出しだけタッシュ系、さあ時間がない、これはもうオリコン使えないでしょ時間的に。さあタイムアップ、ギーハーブランカ先方戦はかなり勝ってますね。シャガチューピー、
シャーレピー、さあこれは救われた。シュアシー、ダイヤ、ダイピー、シャガダイ系ブンブン。そう、あの距離でのね、ベガ戦のシャガダイ系ブンブン強いんだよね。ダイヤスさんもあれブランカ側でね、ベガ行ってた時あれやってますよ結構。さあこれは使っていく。まあブランカね、レベル3持ってるんでね、もう使うしかないといったところでしょう。さあしかしゲージなしでイオリはどうやって戦う。おそらくね、残り回復量から考えてもね、うん、これはワンコン圏内ですね。ギアとしてはあとはゲージないベガに八乙女をぶち込んでブランカ戦に行きたいところ。裏回り前提もガードして、足した系が当たる。さあベガの体力、ベガのゲージがいつの間にか半分以上溜まっている。裏回り前提もガードして、さあベガのオリコンが溜まった。どこで発動するか。さあ投げて、まだ使わない。ここで発動、まあこの辺はさすがですね。4割でスタートしてオリコンない状態から始まっていより倒してますからね。さあ大将ロレント、スパイクロッド投げて、もう一回投げて、さあ全キャンヘッドで対応。振り向き全キャン最後、マジか。全キャンデビリバンも出す。割れてー、なんでちょうど溜まってるんだー。あはははは、あはは、山崎が、山崎あんまり活躍してない結局ベガだった